ウェルトゥムヌスとしての皇帝ルドルフ二世遺像は、ジュゼッペ・アルチンボルドによる神聖ローマ帝国皇帝、ルドルフ二世の肖像画、ルドルフ二世をローマ神話における法上の神、ウェルトゥムヌスに見立てて描いている。皇帝の頭部と胸部が、麦の穂、洋梨、サクラんぼ、トウモロコシ、イチジク、ナス、ズッキーニ、アーティチョークなど、50種以上の野菜や果実、花で構成されている。 1591年にアルチンボルドは自作の詩を添えて本作とフローラを皇帝に献上した。翌1592年にアルチンボルドにはパラティン白線抵抗の釈儀が授けられた。本作より前に制作された連作4大幻想や式では横顔が描かれていたが本作では正面を向いた肖像として描くことによって諸元素や 季節の全てを司る皇帝による統治とその永続性が表現されている。本作は様々に姿を変えることができる能力を有するェルトムヌスが皇帝であるルドルフ2世に変身した瞬間を描いたものであると考えられている。ルドルフ2世が亡くなった後、ボヘミアは欧州全体を巻き込む30年戦争の主戦場となり、 プラハ城のルドルフ2世の収集品のほとんどが破壊され散逸した。本作は1648年にスウェーデンによって略奪されて同国に移され、現在はストックホルム郊外の湖畔に立つスコークロステル城に収蔵されている。ありがとうございます。